はい、どうもゆうたです。今回はですね、フェンダーを変えたいと思います。まあ別にワイドにしたいっていうわけ理由ではないんですけど、バリスから出てる8ミリワイド、あの車検通るやつがね、結構なんて言うんだろうな、熱の排熱が結構考えられていて、で、まあそうですね、ちょっとサーキット走るんで、ちょっと排熱のことも考えながら、で、一応265入ってても 10J35 でも全然フェンダーには当たんないんで、それは面とかはね、別に純正のままでもいいんですけど、まあでもあとはちょっとゆくゆく太いタイヤを履くことを考えたら、ワイドになっててもいいのかなっていう感じで、はい。で、今回ちょっと新品ではなくて、ツイッターでね、たまたまちょっとそれをね、外す方がいて、どなたかいりませんかっていう感じで、ちょっと今回購入したんで、まあ後々買おうとは思ってたんですけど、いいタイミングだったなと思って買っちゃいました。はい。で、物はこちらです。一応ね、ここがねかなりねタイヤハウス空いてるのと、で、まあこちらに関しては、まあ排熱っていうのもまあそうなんですけど、タイヤハウス内の空気を抜いてあげることによってのダウンフォースがね得られますんで、そちらもちょっと魅力的だなと。あとこっちがエンジンルームからこう出てくる熱ですよね。はい、こんな感じになっております。でね、なんかちょっと塗装の割れとかがあるみたいなんですけど、こっちは見当たんないな、逆側かな。まあ割れてても、僕ご存知の通り気にしないんで、はい、そんな感じです。で、こちらが裏側ですね。こういう感じでね、ここにね、こんなのがついてて、これはなんだろうな、合成アップのためにつけてるのか、それともなんだろうね、泥除けじゃないけど、中のインナーとかに関係するためについてんのかわかんないけど、これがついてると絶対タイヤここに当たっちゃうんで、多分これ前のオーナーさん当たってたのかな、ここわかんないけど、これはねちょっとぶった切っちゃいます。はい。で、フェンダー交換するにあたって、取り外しなんですけど、まず、多分ここにあって、あとここにもあんのかな。あと、ここ。あと、このバンパー取ったところ。あと、ここだね。多分、こん中。で、フェンダー自体は交換できちゃうので、そうですね。まずちょっとバンパー外していきます。そしたらまず、ここヘッドライトなんですけど、の横のここの3箇所をね、取っていきます。やばいやばい。で、こっちが終わったら、次はここ、まずこれを取って、ここを取ります。今ね、ここを取ったらね、ここに出てきたのと、ここと、このヘッドライトも取ります。あと、こっちも取っていくんですけど、ここにね、なんかあるんですよ。これ今取ったんですけど、これをね、こう、カ
パッとやって、ここのね、爪がね、この中にこう入ってるんですよ。だからフェンダー取ればこれ取れると思うんで、まずここに1個あるんで、外していきます。先にちょっとこっち外そっかな。よし、取れた。取れた。で、あとこちらですけど、そういえばね、昔開けましたよね、ここ。これなんかみんなボディになんとかって言ってたけど、これフェンダーだからね。うん。で、そう、これちょっとサイドステップも裏に、この、あれがあるんで、クリップが外して、ちょっと、まあ、落としてあげて、そうするとここに2本見えますんで、それを外します。これもこう、あるからね。で、ドア開けて内側、ここにもあります。あと、ここを外すんですけど、クリップ3箇所なんですけど、実はさっき試しで向こうやったら割っちゃいました、がっつり。ちょっとね、慎重にやっていきたいと思います。多分こっちからこっち1個入っててこっち2個なんで、さっきこっちからこうやってやったらここがねパキっていっちゃったんで、こっちからこうやっていけばいけんじゃないかなという。あ、怖い。うわ、怖いなこれ。うわ、折れそう。また怖い。うわ、やばいなこれ。こいつを突っ込んで、もうここやばい、割れちゃうかも。いや、怖い。スライドする感じ？おほほ、これスライドしてやるやつじゃん、ここ。あ、なんだよ、あっち取っちゃったよ、マジかよ。うわ、そういうことだったんだ。覚えておいてくださいね、皆さんは。よし、最後の一本。
ワホー。よし。石がすごいんじゃ。摘出完了。重さはどうなんだろうね。あんま変わんないかもな。よし、この前ね、走行会で1位になった時にもらったメカニックグラフトネ、すごい中もね、質感がねしっとりしててね、いい感じですよ。ちょっとこいつでぶった切っていきます。ここを、裏側ですけど、これね、ちょっと取れやすいと思うんで、一応これ結束バンドで留めました。まあもちろんカットしますけど、こんな感じでガッチリです。よし、ホミドラつけていきますわ。おう、じゃじゃじゃーん、着きました。一応ボルト類を今まだ全て戻してないんですけど、とりあえずねつけて、でまあチリの方はね、ちょっとね、あの全部ボルト止める前に一回扉開けちゃったら、ここがねちょっとだけ当たっちゃって、こういう感じで、あの全然気になんないです。全然気にしない。うん、はい。という感じで、こう開けると、おう、うわおっていう感じで、おお、すごい。これはもうスリスリしちゃってるよ、多分。これスリスリしちゃってね。そのうち多分ここ、もしかしたらずれたらね、行っちゃうかもしれないね。っていう感じなんですよ。ちょっと浮いてんのかな。まあそんな気になんないっす。あとはまあこういうね、塗装のちょっとひび割れがあるんですけど、まあそれは承知の上で買ってるんで、中古なんでね。でオーナメントも黒のやつにしました。自分のついてたやつね、もともと。でこちらですよ、この穴。純正のよりすごい開いてるんですよ。こういう感じで、僕インナーに穴開けてるんで、この通りこういう感じでね。でこっちの穴っていうのが、もうあそこに繋がってるんですよね。これねかなりね負圧でね、多分熱抜けてくんじゃないでしょうかね。はい。今ここちょっとつけようと思ったんですけど、あのここ穴がすごいブカブカになっちゃってて、ちょっとこうやってね両方面テープで貼っちゃおうかなっていう作戦です。
ダメだ。とりあえず今ここは両面テープで留めました。あとここもつけたいんですけど、反対側もつけないとちょっとバンパーつけられないので、ちょっと反対もね今つけちゃいます。じゃーん、つきました。ちょっとねチリはねそんないいっていうレベルではないんですけど、とりあえずはつきました。今ねこんな感じでちょっと貼ったんですけど、金戸の位置がね難しくて、タイヤハウスのねこの負圧っていうか、ここに乱流を作ってこう空気を抜いてあげるんで、ここら辺に発生させたいんで、ちょっとどの角度にするかすごい悩んだんですけど、このこれの下に行くか上に行くか悩んだ結果、下はこいつがあるから上でこう行こうかなっていう感じにしました。穴はちょっと見えちゃうね、前のここと。まあそれはしょうがない、ドリルでやっていこう。今取り付けが終わって、じゃーん、めちゃくちゃかっこいい。でね、ちょっとねあの金戸の位置を変えたのでこんな感じにはなっちゃってます。これをつけるのにちょっと移動しました。はい。で、あのね、ここのねバンパーのハマりがちょっと悪くなってしまって、ここねバックス、完全に合法でしょ、これ入ってるでしょここら辺はいいんだけど、ここがちょっと気になるね。で、ここはちょっとね前だけ粘着なんで、ちょっと取れるか心配です。で、ここがね最高の排熱のダクト、こっちもつながってます。ちょっとここが浮き気味、これは前つけてた黒いオーナメントに変えてます。外さずにやったらパキッと折れました。ここだけ注文してこようかな、スバルで。こっちはねちゃんと割とハマってるんだけどね、こっちも同じでね、こっちの方がねここのズレがひどい。これはちょっともうちょっとあれしたら治るかもしれない、ちょっとめんどくさくて。終わってしまったところで、でこっちの方がズレがひどい、チリがこんな感じ。うん、こんな感じです。以上です。